役に立たんかもしれない。気持ちよく動くけど。とどめれる腰がないっていうかですね。なんかわーってしてる感じ。車的には悪くなさそうですね。ですね。ただ車がこう動くっていう意味でいけば、まあこれでもいいのかもしれんけど、うん、せっかく踏める視点になったと思ったら、もっともっともっとなる動くのかいみたいなですね。こんな動くんだって。そうなんですよ。この右後ろが下がったら左前がブイーって上がってっていうのが気持ちよく動きすぎて、どこまでもそれが行ってしまう感じがしますよね。そんな感じがします。ある一定のところでこうグッて踏ん張るっていうことができないというか、ですね、いけそうなんだけど、そのまんま腰砕けになっていくみたいな感じですよね。ああまだ沈むのって感じがしますね。一部分だけを見ればなんかそれっぽい姿勢に なってるんですけど、なりすぎというか、なんか車の動きはわからない、まだなんかなんとなくしかわからない人はこんくらい動いてくれて、それに合わせてこうどんぶらこうどんぶらこうみたいな感じでいくと、まあ、トラクションもかかりやすいし、いいけど、しっかり姿勢を作って加速してモーションで飛ばして、で踏める姿勢を作って飛んでいくってなると、その姿勢がどんどんこう保てないというか、踏ん張りがないというかですね、動きすぎて気持ちよく。後ろが短いダンパーが入ってるので、あ、面白いですね。後ろは沈むだけ
ストロークがしっかり沈み側のストロークがあって前は伸びようとする方向に余裕があるからその斜めこう対角線上の姿勢にウィーンってなりすぎるっていうかですね。あと試しにだけ前と後ろのダンパーを入れ替えてみて、まあ、そのダイヤフラムの反発のところを使って姿勢をこう踏める姿勢を維持するところで腰を作るみたいな。言いながら前後のダンパーをフロントがショートでリアがロングにして結局戻したんですかね。こういう標準の状態ダンパー逆にせんって感じですね。はい、トム先生。ホットロッドみたいな。ごめん。あ、やばい。無理ですね。ちょっとやっぱテンション変えないからですね。これは。どうですか、トム先生。すごくいいです。フロントが持ち上がってくれる方向にテンションかけて行った方がいいかな。後ろの伸び側だけが勝手に一人歩きしようです。後ろが下がる分前も上がるようなバランスのテンションですね。ほいっていきますもんね、後ろだけほいって後ろは何も触ってないです。はい、またフロントからですね。どうですか。
リアのテンションもうちょい落としてあげたい感じがします。後ろが全長、まあ、長くなったんで、はい、その分伸び側に余裕がある分、うん、伸びたいだけ伸びようとして後ろだけひょーって上がるじゃないですか、はい、前は前の動きとのバランスで、踏める姿勢のところでしっかりこう踏ん張ってくれるから、踏み直しの時とかが暴れなくなりましたよね。ですね、全然違いますね。やっぱりフロントのそのストロークの量っていうんですか、に対してリアがやっぱり伸び側が連長が長い分伸びる余裕があるじゃないですか。だから気を抜いてホイってホイってすると、後ろだけが上に上がってこう足が伸びると余裕があるからですね。しっかり伸びてホイって行き過ぎるから、スポンってそのまま抜け、ナモ線だったら抜けてしまいますよね。ここがですね、今のところがさっきはあの姿勢で踏み直してもそのまま砕けていちゃったですね。すごい緊張しないといけない。ここもですね、こうやって踏んで姿勢を維持できなかったですもんね。だから動きすぎればいいってわけでもないわけですよね。全然違う。安くなった。やっぱりその前兆、足がどこまで伸びるか沈むかっていうところも、まあ、実際一瞬しか使わないにしても、その余裕がある分、そこまで車を動いてしまおうとしたときに、前もその分動けばいいですけどね。ですね。前はもう、これ以上沈みきらんっていうところが絶対出てきたところで軸になって、後ろだけも伸びるしこ伸びてるから、もう前軸になって後ろだけがプリンってなってしまうんですよね。そこでフロントが下がってきたところで後ろがホイって抜けすぎないぐらいのところで伸び側でこう規制してくれれば、その分車前と後ろが一緒の動きをすれば、軸は一つのままなんですけど、前がもう沈み切って後ろはまだ伸びるでホイって上に上がってしまうと、前の軸に対して後ろの振り子の
軸で基礎外してダイヤフラムだけで走った時の感触って沈み込んだところ、はい、どの辺でそのダイヤフラムの反発のところを使って腰を出すかじゃないですか、はい、結局前兆っていうのは、まあ、その反対の方ですよね。沈み側じゃなくて伸び側の方も、はい、実際その車全体の動きになった時に前と後ろのバランス、もともとハイブリッドがそのリアが1対1のところでですね、ナックルにつけてってする分で長く設計されてるんで、はい、今アームにつけてるからフロントとリアのですねレバー比が同じぐらいになってると思うと、長さを同じぐらいにしてあげてですね、4つの足をこう同じぐらいの伸び縮みにしてあげると前対角線上も当然同じぐらいのバランスで、あれすごい、ちょっと僕もになった。これもバランスですよね。だからまあこれもリアをですねフロントと同じ長さにしてあげると、長さというかそのストローク量っていうんですかね、はい、タイヤが動く距離ですよね、はいはい、逆にこの使えるようになってくると、この後ろだけホイって伸びていくじゃないですか、これは使った旋回の動きっていうのも、まあ、それが味付けですよね、はい、うん、ダンパーはちゃんとした人が組んでるんですね。間違いないけど、ちゃんとあのセッティングじゃなくて、ちゃんと整備は一生懸命しようとしたけんですね。今みたいな感じの操作をすると前が完全に軸になりますよね。